京都府道31号西陣杉坂線、京都市千本今出川交差点から京都府京都市北区中川中山高上根街道と国道162号線周山街道の合流地点まで。今回は京都府京都市北区高上根光悦町46光悦茶屋前から出発します。古道長坂道に入ります。周山街道が開かれるまで高上根専属長坂越えを経て杉坂口を通る古道長坂道が周山や若狭に至る主要ルートであった。サバ街道の一つであり、かつては若狭湾で採れたサバが天秤棒に担がれ夜を徹して道を駆け京都へ届けられていた。また太平記に道明長坂を経て越前へ落ちゆくと記され、1336年に新田義貞らの軍勢が京へ攻め入ろうとした時、その勢い300余騎白昼に京中を脱って長坂に打ち上がるとも記されるなど、歴史の舞台にも登場している。杉坂地区では往来する人々から関所税を徴収する卒分石が道路上に設置されていたという。長坂越えについてはかねてから古道の勾配が極めて急であった。牛馬車が通れるようにするため1890年に現在の道路の基盤が作られました。しかし曲がりくねった坂道であったため、肝心の牛馬車の往来にはあまり活用されなかったという。高上根ヘリポートがあります。京都観光フライトをしているみたいです。京見峠、京見峠茶屋。東風神社。平安期の名所家の一人、小野の東風を祀る別称竹焼神社ともいい、道庁の産砂神、本殿のほか不動明王を祀る明王堂と拝殿、また境内には香水で知られる名水の井戸がある。創始は920年延喜20と伝える。
杉坂の峰より霊泉が湧き出した。これこそ神がここに臨まれて、その高い徳を施されたのである。これによって日照りを抑え、そこで泉のうねりを、うねうねと、いつまでもうねらせて、千年の後にまで、及んでもその御託は長々と、続いている。諸侯がこの水を汲んで、うやうやしくまた欲しいままにしているか、いくら汲んでも尽きることがなく、万億年さらにその飛べの年までも尽きることがないであろう。高ヶ峰街道と国道162号線周山街道の合流地点府道31号線終着です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。またこの動画が気に入ってもらえましたら高評価お願いします。